深夜がお送りするラグビーモノマネラグちゃん編。試合中にエキサイト仕掛けたら急に態度が変わる、オーストラリア代表マイケル・フーパー。お前だろ、俺なんかした？今何もしてないのにお前めっちゃ来るやん。逆転ペナルティーキックを決めたクエイド・クーパーと勝利の瞬間を見届けたタニエラ・トゥポウ、ワールドカップチャンピオンの世界ランキング1位の南アフリカをワラビーズが下すか。1541日ぶりの右足、クエイド・クーパー決めた。オーストラリア代表ワラビーズが世界一のチャンピオン南アフリカに逆転勝ち。ヒーローはクエイド・クーパー。ド派手なパスラミーするも結局自分で突っ込む、ニュージーランド代表アーディ・サベア。伸びろ、頭にボールを乗っけながらもボールキャリアとしての責務を全うする、オーストラリア代表サム・ケレビ。あれ、ボールどこ行った？ボール、あったよ。反則かい。深夜です。チャンネルプライ、高評価プライお願いします。